帝国の復活、そりゃ復活するよ、グレーナル倒しちゃったんやね。もうグレーナル倒しちゃったら帝国復活するわな。生きよ、ウォルダムラー守護天使よって言われたんだろうな。強力なモンスターが次々と襲いかけてくる。もう雑な解説になってくれたわ。突然雑だわ、解説が。確かにキラーマシンとかいんな、大マシンとかいんな。まあ確かに強力、雑だな。とりあえずね、次々と襲いかかるんでね、ちょっと進路すぎて吹き飛ばしたいと思います。よろしくお願いします。もうお気づきかと思うんですよ。ここまで見た、動画を見ていただいた皆さんならお気づきかと思うんですけど、レジェンドクエストでこの中盤になってくるとね、遊びが通用しなくなります。ノットモーモン、ノットスライムタワー。3695。もう驚かなくなってきた。なんかさ、もうバカみたいな HP で。イラスト通りの敵が来た。すいません、イラスト通りの敵来ました。イラスト通り来たな。キラーマシン、大マジン、そしてお目を影の騎士か、ダッシュボン爆裂、いいね、素晴らしい。イラスト通りの敵来たわ。なるほどね。行くぜ。神風まとって、魔獣旋風が行くぜ。おいしょー、素晴らしい。素晴らしい。でもさ、こいつら3体で3600か。だいぶだね。ナイス。勇者が避けるとは珍しい。その勇者が避けるのは珍しい。マジンスタンプ来たぞ。結局これは確定痛恨じゃなかったんだな。痛恨かミスかなと思ってたよ、その技。にゃー、強ー。あれ強くない君。来ました。それより強い技。アーマンかける竜の剣技。はい、よいしょ。ん、誰に会った今。キラーマシン、でもみんなダギー対戦持ってんな。てか、影の騎士、キラーマシン、大マシンか。全員ダギー対戦あんのか。じゃあしゃあないわ。あ、ダギーマシン、ダギー対戦ないじゃん。なんかいる。やめて、それ勇者が。勇者さん狙わ、ね、ね、弱いわ。勇者狙われるなと思ったけど、そんな強くないのか。じゃあ大丈夫。問題は、まあ、でも、HP はね、向こうの方が圧倒的に高いんで、削り切りが難しい感じですね。でも、グランドネビラとかあるし、最悪あれができる。神風の牙、行くぜ、魔獣旋風が、ドン、あれあれお前、会心出さないと弱いの。大振動。大振動困るね。ちょっと怖いね。それちょっと困るよ。麻痺ってしまったりすると困るよ。大丈夫。あ、もうかけるよ、元気。とりあえず、これでね、一気にね、受けてみよう、壊れ技、会心出てほしいな、そろそろ。そろそろ会心出ていいよ。そろそろ会心出てもいいんじゃない？はい。うん、なるほど。アベレージ。ザ・アベレージヒッターだね。いいよ。まあ、外しはなければね。とりあえず、削り切りも狙いつつね。うん。削り切り狙う言うたやないか、お前。削り切り狙う言うたやないか、お前。やめてよ、ドルマ。うい、来た！ボレロの 10%! ボレロの 10% がまさかの。ボレロの 10% がまさかの仕事したわ。さあ、聖なる祈りを使うか、ネビラを使うか。迷いどころですか？まだここは？まだここはいいでしょ。聖なる祈りで回復もできるし、メイクアップ適性もそこそこあるから、まああんまないな。冷たい気がないな。頼むぞ、お前、削り金狙う言うたでな。素晴らしい！いいよ。ワンチャン勇気溜まっちゃうね、ここで。まあまあまあ、でもね。いける。はい、雨かける。竜の剣技アイスーソフィー、これ勇気溜まるかもね。でもね、僕ね、一回やりたかったんですよ。え？一回やりたかったんだけどさ、その前に終わっちゃいそうだね、君。その前に終わっちゃうんじゃないかな。あのね、このレジェンドクエストで紹介してなかった技があるんですよ。いいや、ここもう、実はですね、レジェンドクエストで紹介してなかった技があって、これ実は僕実機でやってたんですけど、レジェンドクエストっていうのはスペシャルカードはそのナンパリングしか使えないじゃないですか。はい。一つ、秘策があって、これって、ね、SP カードが使えないのなら、と僕が使ってた技があるんですよ。こちらでございます！合体モンスター、いざゆくん、私はアームライオンになろう。これですね。当時俺もやってた。レジェンドクエストで SP ない時にやってた。行くぜ、ギャリオン、行くぜ、エクスプロージョン、受けてみよう。ポイントなんて気にしないっつも。これがやりたかったんだ。強い。実機でやってたんだよな、このやり方。暗黒皇帝、あれ
これはまさか、これはまさか来るか。暗黒皇帝ガナサライと決戦の時を迎えるの、笑ってもうてるやないか。おお顔が素晴らしいな。ちょっと待ってくれよ。来んのか。つばぜり合いしたい。つばぜり合いしたくなった。これはつばぜり合いだ。絶対つばぜり合い案件だ。いや、ぜひともつばぜり合いを見てみたい。あるんだったらね。まあ、でも前回のドルマゲスみたいにない可能性もあるんだけどな。ぜひともあるなら見てみたいです。よろしくお願いします。この パーティー見た瞬間わかるでしょう。そう、森蓮です。おい、誰だ、キラーリカントと、おい、誰だ、キラーリカントの魔王の使いを予想したやつは。怒らないから正直に出ておいて。だか。いや、本当に出てくんの。あー、本当に出てくんの、すごいね。ナインの専用マスターつばぜりできないか。つばぜりできないですね。ナインのレジェンドクエスト9があったからこそ生まれた。DLC 専用モンスターす。え、ダゲッタイさんの、その見た目で、え、待って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 。その見た目で打撃体勢は知らんわ。マジか。でもさ、待って、DLC だからこれするさ、それはすごいわ。正直、新規モンスター枠。何くんの？真空裂破！お前呪文使えよ、その見た目で。真空裂破！腕、え、顎撫でとる！真空裂破！わ、炎の戦士！うわ、強っ！え、2回マジ、え、ちょっと待って、その顎な、顎、あ、その顎投げるの強くない？お前そのヒゲ強くない？ヒゲ強くない？ちょっと待って、炎の戦士これさ、風に弱いからでしょ。お前風に弱いからこうなってんだろ、お前。あとちょっと待てよ、これはラビエル案件入ってんな。ラビエルで耐えてくか。その方がいいね。とどめ圏内は持ってきるはずだから、グレーナイで簡単に。ラビエル使っちゃいましょう。ここはラビで回復狙おう。来てはとかある。真空裂破。真空裂破強かったなってか。いや、ナインすごいね。集大成で来るね。扇風剣、新ハヤブサしてくれ。早く勇気貯めてえのに。こっちは。あ、でも結構出る。さすがに風入ったら大丈夫か。頑張れ頑張れ。いいよ、当ててけ。オッケー。まあ、結局勇気貯めて勝ってはいいからね。大丈夫大丈夫。ミラーソーマン、もうすげえ。待って待って、新規モーションで打ってくる。なんでそれをさ、DS にこっちが使えるしなかったの。レジェンド魔王とか使う、レジェンド魔王とか使えればよかったじゃん。本当に。マジか、いいな。ヤマタノオロチといいね。今回、主ま、てか、今回すごいね。主様といい、このガナサダイといいさ、専用モンスター多めだね。いや、このターンに勇気溜め切りたいね。新ハヤブサで、機嫌次第かもしれんけど。どうだろう。さあ、まあ、外さないでほしいね。オーケー、素晴らしい。大丈夫、大丈夫。グレーになるより、ね、HP が低いのは助かるな。ビビリギリで。いや、これ多分新ハヤブサでね、普通に勇気溜まると思う。メラゾーマ真空レパって来てるけど。次なーに？おっと、動いちゃう。ここで動いちゃうか。なるほど。これ通常ダメージ。勇気が溜まった。真空レパー！待って、そのパターンやばくない？何か嫌な予感がするんですけど。避けろ！おーい、いや、怖っ。大丈夫かな？大丈夫かい？その、ヒゲなでんの強いな。お前そのヒゲが本体じゃないの、やめてくれ！大丈夫やった。いやー、感動したわ。いざ予感、サンディ登場です。来たよ。てか、ナインのさ、SP キャラって、なんかみんな違う技持ってるからな。スイッチオンヌ、行くぜみんなで。ガナサダイ嫌やろ、これ。ガナサダイもびっくりやろ、こんなに魔物出てきたら。魔物の逆襲、ここに極まれりですよ。ガナサダイもびっくりですよ。行くぜ、チューチュートイン！ NPC がいっぱい打つ技。
スーパースター200決めたらみんな打つ。200じゃねえ、100だ。あ、倒れるモーションだ。新規モーション。あ、その王爵いいね。その王爵ください。うちの魔法使いに必要としてるんで。あ、決まる。王爵消えたよ。え？宝を求めて。あれ？どこ行くの？どこにおんの君？ん？何これ、どこおんの？あ、あれ？あれ？ちょ、待って。いや、まあ、そうなんだけど、いや、理論はそうだよ。荒ぶる光の世界、これって。まさか、なんていうかな。荒ぶる、エルシオン学院の近くにあって、荒ぶる光の世界って書いてあって、なんか周りに宝箱あるんだけど。なんかね、ちょっとなんか、覚えがあると言いますか。なんかね、敵が予想つくんだけど、まさか本当に来る？さあ、やっぱり！やっぱそうだ！このエルシオン学院で、荒ぶる光の地図っていうのは、結構有名な、ゴルスラ限定地図だったはずですね。俺もこれは知ってるわ。これは結構ね、有名な地図だね、荒ぶる光の地図。ゴールデンカッタ、金ピカ地図だ。金稼ぎに来やがった、この勇者たち。この勇者たち、金稼ぎに来やがった。あ、竜巻起こしちゃうの？いいの？それ。あ、それしちゃっていいの？やるよ。サーベルちゃん、行くぞ。今回の動画ではお前輝くからね。行くぞ、ツバメ返し。反撃のツバメ返し、コンコンキーツネイ！打撃対策ある、こいつ。なるほどね。敵が金ピカですよ。ゴールドタヌ。ゴールデントーテム、ゴールデンスライム。てか、むしろお前ちょ、黄色じゃな。思ってたより黄色いな、お前。待って、俺、お前、思ってたより黄色いって、それはまさかの、ワン、ツー、スイッチ。大丈夫、でも、つまみ返しします。よろしくお願いします。行くぜ、反撃、つまみ返し、ああ、いいぞ。109しか効かねえよ。おや？健康一寸、メタルギリー、はい、終わったわ。メタルギリで返し、ちょ、待って。なかなかないよ、今の。メタル系の上から1200。新しい名言だな。